はい、どうも皆さんこんばんは、カズマックスです。今日のサブチャンネルはですね、ご報告でございます。はい、僕以前ね、 LINE アットという、こちら、公式の、LINE のアカウントを作れるサービスを利用していたんですけれども、これ、ヒカキンさんとか、有名なね、YouTuber さんとか、あと芸能人の方とかもよく使ってますね。で、これを通して、視聴者の方々と、いろんな方々と、個人の、自分のね、本当の LINE とはまた別のアカウントを作って、やり取りができるという、サービスがあってですね、これを使っていたんですけども、ちょっと、それを使っていたのが1年か2年くらい前か。で、その時は、いろいろあって、僕辞めてしまったんですけれども、一回、理由をね。その理由というのが、ただね、その当時は、なるべく本当に、インタラクティブに、視聴者さんと繋がりたいなと思って、一人一人大切にね、と思って、本当に、送ってくれる方には、一つ一つ、なるべく返すようにしていって、で、それによって、ちょっとね、自分の生活が崩れてしまったりとか、ちょっと無理な、負担になってしまったりとか、そういう面があって、ちょっとやむなく、利用を停止したんですけれども、ちょっと今回ね、あの当時とは視聴者層も変わってきたり、いろんな、条件が変わってきたので、ちょっと再開しようかなと最近思っていてですね、前々からずっと思っていたんですけれども、年明けくらいからかな。で、ちょっと今回、やろうかなと、思い立って、LINE アット作りました、また。はい。こちらが、僕の、ID と、QR コードになるんですけれども、一応下にリンクも貼っておきます。もしよかったら、こちらから、ご利用ください。僕の、LINE アットのアカウントが出ます。はい。で、きっかけっていうか、これはいくつもあるんですけども、一番最近のはね、似顔絵をくださった方が、カズマックスさんには、個人的に何かを送る、メッセージを送るなんかシステムがないと。ツイッターもね、相互フォローしないと DM って送れないし、画像ファイルとかも送れないし、いろいろ、そういう面があって、そうだよなと。せっかく LINE アットっていうツールがあるわけだから、使えるものは、使っといて損はないかなということで、もし本当に、この LINE アット、僕個人に対して、皆さん、おのおのが、もしね、本当に個人的にしか話せないような、内容であったりとか、送れないものであったりとか、そういうのがもしあればの話です。こちらの、LINE を使っていただければと思っております。はい。本当になければ、何でも、本当に。あと、もう一つ言っておきたいのが、この LINE アットは、以前とは違って、一つ一つに僕が必ず返すということはありません。はい。内容によるってわけでもないです。本当に、ごめんなさい。これは完全に、僕の独断で、決めさせていただきたいと思います。本当に、送ってくださるのは全部読みます。だけど、返すかどうかはわかりません。これはね、大体の LINE アットがそうかな。公式アカウントって。有名人の方とかにね、送ったことある方はそうだと分かってるとは思うんですけれども、自動返信にするかどうかまだ決めてないんだけどね。送って、皆さんの、例えばヒカキンさんの公式アカウントに送ると、自動返信で何か返ってくると、そういうことあるんですけど、僕はそういうことをするかどうかまだ決めてないんで、どうなるか分かんないんですけど、とりあえず、送られてきたものは読みます。読むけど、僕から返るかどうかはまだ分からないということだけご了承いただきたいと思います。はい。本当にね、一つ一つ返したいなとは、お返事をさせていただきたいなとすごく思ってるんですけれども、一つ一つすごく嬉しいので、それで、前回ね、本当に、すごく大変だったので、嬉しい悲鳴というかね、本当に。嬉しいからこそ、寝る時間を、いろいろ削ったりしながら、返したりね。で、結局、徹夜してしまったりとか。僕がね、歯止めかけられないんですよ。すごく嬉しいから。一つ一つさ、本当に、カズマックさん、こんなことが今日あってねって、本当に個人的なことまで言ってくれるから、すごく嬉しくて、それに返したりしてたんだけど、
にね、その当時は東海オンエアさんとコラボしたばかりだったから結構若い子が多かったんだよね。小学生中学生とかですごく若い子、まあ本当純粋ですよね。すごく こういうね今言ったような内容を話してきてくれてすごく本当に嬉しかったんだけど、うん、ちょっとそれによって、まあ、僕の YouTube 活動だったりとか、まあ、本文であるその当時の学業だったりとかいろんなものがねちょっと余裕がなくなってきてしまったので、うん、で今回はそういう形にしてさせていただきたいと思います。その辺は、本当に申し訳ございません。ご了承いただければと思います。はい、というわけで、今日のカズマックスの、サブチャンネル、ご報告動画でございました。もしね、LINE アットもし何かあるよって方は、LINE アットから僕に、ダイレクトメッセージ、本当にツイッターのダイレクトメッセージと思っていただければ、うん、システム的にはそんな感じです。まあ誰にも他の誰にも見られないカズマックスだけが見れる、まあ、メッセージというか、あとまあ送れる画像であったりとかね、まあそんな感じです。はい、というわけで、以上でございます。また次回お会いしましょう。じゃあね、ま、次回からまたゆるくやっていきますよ。よいしょ。